皆さんこんにちは、 GCN ジャパンの土井ちゃんです。今回はですね、2019ユーロバイクで見つけた最新のサイクルウェアを紹介していきたいと思います。これは今ペッラというね、イタリアピュアメイドインイタリーのね、1980年からあるウェアブランドのブースに来てます。こちらのウェアはですね、まだ日本にはね、しっかり入ってきてないんですけども、これからね入ってきてオーダージャージもできるということで、すごく楽しみなウェアブランドの一つじゃないかと思います。こんなね、口をデザインしたこうファスナーにしてね、ブワーっつってね、こう口が開いたりする、これ子供用なんですけど、すごく親とね、自転車乗り行く時に、いつも結構長い時間自転車乗ると嫌になったりとかすると思うんですけど、こういうねちょっとユニークなデザインが施されているグローブなんかつけてると、子供はすごく喜ぶんじゃないかなってね、思いましたね。いやー、眩しい。まあ自転車乗りはねやっぱり目立ちたい人多いでしょ。これスパンコールです。これね赤なんですけど、走ってて2時間ぐらい経ったらちょっと飽きてくるじゃないですか、グローブのデザインとか。そうするとね、なんとテレレレレレ黒に変わります。一緒やん的なね。これはドイツのブランドです。ハットというねブランドの、ネックウォーマーとかね、頭にこう防寒としてつけるアイテムになりますけど、この、ね、デザインがすごくユニークだと思うんですよね。もう一回やりますよ。こういうねユニークな製品を使ってウィンター寒い時期を走るっていうのは一つね、楽しみの一つになるんじゃないかなというふうに思います。で、他にもですねいろんなデザインありますんで、気になった方はですねインターネットでチェックしてみてください。ただいまモントンというブランドに来ました。見てください、サメが魚を食べるという、なんともねユニークなデザインになってます。これはねエアロソックスになってます。で、結構ねなんか日本でもちらほら販売されてるっていうことを聞きましたので、ぜひともねチェックしてほしい製品になります。ユーロバイク2019、さまざまなウェアアイテムがありました。気になった方はですね、ぜひとも各ねブランドのサイトをチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。